いや、それ小道具の拳銃で。芝居で俺を泣かすことくらい簡単だろうって。だから今回の芝居はお涙頂戴ものだったんですね。リメンバーミー、アンリのお父さんを泣かせるために俺が考えに考えまくったお話です。お父さんは泣きやすい人なんですか？生まれてこの方、お父さんが泣いてる姿見たことないんだよね。そんな厳しい人なんだ。これからやる芝居の内容を忘れないでくださいよ。それで、お父さんはいつ見にいらっしゃるんですか？今日、うん、大丈夫ね、頑張りましょう、デビルさんね、頑張る。おい、だから、何飲んでんだって。おい、いきなり今日なんて言われたら緊張して芝居なんかできませんよ。お酒でも飲んで、そのプレッシャーから解き放たれたら、それもう、重なる中じゃねえか。どうだい、秋山君、小説の方は進んでいるかね？すみません、こんな贅沢なお屋敷に住ませていただき、三食何不自由なく面倒を見てもらっているというのに、なかなか筆が進まなくて。バルト、爆発音とともに神鳥の弾丸が飛び出るものでござい。よー私のような小説家をあなたは散々面倒を見てくれた。たまには役に立たせてください。頼む。ないか、私はワクワクするような事件が起きるのを求めているだけ。そのために誰が死のうが確かにお前は狂人じゃないな。お前は悪魔だ。そうだ、この世がどうなろうと小説のためなら構わない。進まねえだろ。あ、じゃあ回転。旦那様はまだこういう状態でした。あー、じゃあ、おー、ジョヤマ、お前が代わりにやれ。回転。無理がありませんかね。無理でも何でもしょうがないんだろ、あいつしかいねえんだから。でも最近、人と人が時間と空間を超えて入れ替わることがあるという。だから姿形は豪徳寺に見えなくても、きっと中身が入れ替わったんじゃないかな。おい、君の名は？どうも、豪徳寺です。無理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 。この幻から覚めるまで私は決してここを解くわけにはいかない。なんでこんなにセリフが入ってるんだ。気になって芝居に集中できないよ。あいつは俺が台本を書いてる間ずっと付き合ってくれたんだ。だからほぼ全員のセリフが入っている。なるほど、金田一、全てを見ていた君にならこの状況を説明できるだろう。教えてくれ。旦那様には非常に申し上げにくいのですが、奥様とこの男とは怪しい関係にあるように思えますと。ナイス。そこで私は全口交戦。ミヤ、どういうことだ。あなた、分かってる、君はごめんなさいと言うの。しかし私はそんなことでは納得できないと叫ぶ。これが現実だ。私とミヤコはずっと昔から愛し合っていたんだ。どけい。何の騒ぎだ。すいません、なんか意識失せてました。でももう大丈夫です。どういうことだ、意味がわからない。まるで夢か幻を見ているようだ。そのくだりはもう終わったんだよ。なぜお前とヤガミが手をつないでいるんだ。だからそのくだりは終わったんだって。待て、お前ら逃がしはしないぞ。ヤガミ、ミヤコ、どうしよう。何これ、どういうこと。豪徳寺、豪徳寺、入ってくんじゃないよ。